最初のタンパク質からペプチドになっていく工程が行われないと、うん、消化不良が起きてタンパク質としてアミノ酸として体に入っていかないので筋肉にもなっていかないってところなんですよね。北島達也です。今日はですね、プロテインの飲み方、吸収率を下げてしまう飲み方がありますよ、こんな飲み方をすると吸収率が下がってしまいますよっていうのをテーマにしていきたいと思います。今日はですね、スペシャルゲストにケントさんにお越しいただいております。ありがとうございます。よろしくお願いします。僕なんか呼んでいただいていいですか。ケントさんはですね、YouTube と同じようにやっていただいて、栄養学、特にですね、スポーツをやる方の体づくりの栄養学に特化した番組をされています。でこの何事もですね、やっぱ専門に一個を突き詰めるというのはすごい専門じゃないと見えてこないところもありますので、非常にいい面があると思いますので、今日はそんな彼の栄養学について学んで、それに基づいたプロテインの飲み方をちょっと話していただければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ簡単な自己紹介をしていただいてもいいですかね。はい、ネクストフィットケントという名前で YouTube チャンネルやらせていただいてます。ケントと申します。よろしくお願いします。で普段はですね、パーソナルトレーナーとしてやらせていただきながら、ジム、自分が直営で持っているのが1店舗とアドバイザーで2店舗、計3店舗ぐらいを運営させていただいてまして、それ以外にも映像のディレクションだったりとか、あとは書道の方だったりとか、いろいろやらせていただいているんですけど、結構フィットネスのところに関しては幅広くメインでやらせていただくことが多いです。いろんな経歴をお持ちですけども、今回のテーマはプロテインの飲み方なんですけど、はい、特に吸収率を下げてしまうのに、こんな飲み方は絶対ダメだよっていうテーマでやっていきたいんですけども、はい、まずどんなことが考えられますかね。おそらく、多分皆さんパッと予想されるのがその糖質の部分だと思うんですね、うんうん、でそれはおそらく皆さんもご理解されていると思うので、一旦僕はそれ以外のところでお話ができたらなというところで、そこに関しては後ほど北島さんからお話しいただこうかなと思うんですけれども、糖質以外でっていうところで言うとですね、3つぐらいあります、うん、ポイントが、これをやらないと言いますか、気づかずにやってしまうと吸収率下げちゃうよねっていうポイントっていうのは複数あるんですが、その中で今日は特に3つですね。まず1つ目っていうのが、低脂肪の状態でプロテイン摂取しちゃうっていうところですね、うん、確かに、まず最初に口から胃に入ってくるわけですから、はい、その環境ってすごい大事ですよね。でそれ気をつけた時にどういう感じでやるんですか。はい、タンパク質って当然口から入れてきますけれども、胃を通って腸を通って吸収されていきますと、タンパク質のまま吸収されて筋肉になるわけでは当然ないわけですね。タンパク質から一回アミノ酸というものになって、細かくなった状態で血流を行き渡って筋肉に運ばれて、そこで筋タンパク合成だったりとか他の部分でタンパク質として作り変えられるっていう工程を挟むわけなんですけれども、一度アミノ酸に変わる工程で消化酵素、これが必要になってくるんですよね。タンパク質だけだと当然小腸から吸収できませんので、これを細かいアミノ酸に砕いていくものっていうのが消化酵素の役割になってます。で消化酵素で言ってもめちゃくちゃ多くの種類あるんで、ここで全部いっちゃうと明日の朝までになっちゃうんで主要なところ3つぐらいお話しますね。で1つ目がまず胃で働くペプシンっていう消化酵素ですね。でその次に水液とか、その後腸でも働くトレプシンというタンパク質消化酵素がありまして、最後にアミノ酸ペプチターゼっていう一つ一つ細かくするところに働く消化酵素があるんですけれども、この中で唯一ペプシンっていうのは胃酸の働きに相関して活性を帯びてくるものになるんですよね。消化酵素っていうと体内の pH バランス、要は酸性なのかアルカリ性なのかっていうところによって指摘 pH、 要は働きやすい pH バランスっていうものがありまして、多くの場合7付近なんですよね。要は通常の人間が 7.4 ぐらいですから、それと大体変わらないぐらいなんですけれども、ただペプシンの場合は胃酸の働きによって活性されますので、大体 1.5 とか2ぐらいの強酸性なんですよ。ただこの状態で胃酸が分泌されてないとペプシンが働かないんで、最初のタンパク質からペプチドになっていく工程が行われないと、消化不良が起きてタンパク質としてアミノ酸として体に入っていかないので筋肉にもなっていかないってところなんですよね。じゃあこれ低脂肪かどうかってどういうふうに見極めるのかって結構大変じゃないですか。そうですよね。はい、分かりやすいのが重曹、皆さん知ってますよね。重曹は 2g ぐらいを、どうでしょうね、お水でいうと 100ml とか 200ml に溶かしていただいてゆっくり飲んでいただきます、うん、で30秒とかしてゲップがもし出ないようであれば低脂肪というふうに疑っていただけるんじゃないかなと思ってて、はい、大抵の人はねそこでゲップ出るんですよ、はい、そしたら胃酸をちゃんと働いているというふうに思っていただけたらなと思います。
あとはね、非常に冷たい飲み物、今の時期だと氷でアミノ酸溶かしてとかあると思うんですけど、そういうもので飲んじゃうと、まあ、こう胃の活性をね、萎縮しちゃって胃酸分泌を抑えるっていうこともありますので、まあ、その辺は気をつけていただけたらなというふうに思います。まあ、それが1点目です。はい、で続けていいですか。はい、どうぞ。僕ばっかしゃべっちゃってすいません、2点目がですね、まあ、いろいろあるんですけども、トレーニングの本当に直後に飲んじゃうっていう方法で、特に大筋群、足だったりとか大きい筋肉をターゲットとして最後の1セットが終わってすぐに筋肉にさせたいからプロテイン摂取する方って多いと思うんですよね。これはやっぱり早ければ早い方がいいって思ってる人は結構多いと思いますね。多いと思います。ただトレーニング後、体がまだ熱されている状態で血流が大筋群に集まっている時っていうのは、胃腸に集まる血流よりも大筋群に集まる血流の方が多い状態なんですよね。でその中でタンパク質入れてしまうと、でそのタンパク質の形状、ペプチドなのかコンセントレートなのかにもよるとは思うんですが、小腸がそもそも動かないと吸収ってされませんから、でそういったところでですね、まあ、トレーニング直後っていうのはできるだけちょっと開けていただいて、まあ、理想的には10分から20分ぐらいですよね。まあ、体がある程度クールダウンなんかで冷まされてから摂取をしていただくと血流が、これは結構あれですよね、始める直前に食べちゃいけないって思ってる人は多いと思うんですけど、はい、まあ、そのやっぱり胃腸に負担がかかるので、でも、はい、終わった時の胃腸を考える人ってあんまりいないかもしれないですね。そうですね。でもまあロジックとしては同じことですよね。まあ同じですね。始まりも終わりもやっぱりその胃腸が、はい、混乱しないようにってことですよね。で最後1点目が、これはですね、どうなんだろう、20人1人とか30人1人ぐらいだと思うんですけども、はい、プロテイン割る時に、牛乳で割る人もいればお水で割る人もいると思うんですよ。で僕の知り合いでも豆乳で、ね、健康意識高くて割るっていう方がいらっしゃると思うんですけど、まあ、ここは一点注意していただきたいなっていうところで、なんでかっていうとですね、豆乳って大豆由来ですよ。で大豆にはトリプシンインヒビターっていう、要はさっきお話ししたね、精液に乗って働くトリプシンっていう消化酵素の働きを妨げてしまうような物質が残ってるんですよ。本来このトリプシンインヒビターって加熱をすると活性下がるんですけど、豆乳って加熱されて作られますから、まあ、下がってるんじゃないかって思われがちなんですけれども、ゼロにはならないんですよね、この活性っていうのが。なので過度に気にされる方っていうのはこの辺も注意してみたら、これ結構やっぱり豆乳と A プロテインで牛乳由来の動物由来のものを混ぜると体にいいんじゃないかって言って好きな人結構多いですね。いらっしゃると思いますね。確かにここもなんかちょっとヨガとかやってる人で聞いたことあるような感じがしますね。そうですね。全然悪いものではないと思うんですけども、はい、まあ、今回はですね、僕細かく考えると、そうですね、最高ではないところですよね。はい、マニアックなお話をさせていただきたいなと思ったので、ちょっとこういうところの3点かなというふうに思います。はい、今すごい、まあ、本当に専門的なところに深掘りしていったんですけど、はい、まあ、すごい分かりやすく言えば、あれですよね、要はプロテインっていうのは吸収するのに、胃を通って腸を通って吸収するので、この胃の中でまずアミノ酸っていうバラバラの脳に分解するために消化酵素が必要であって、その酵素がどういう状態が働くかっていうことで、あれですね、胃酸が影響してくるということで、胃酸がなかったりとか胃酸過多だったりとか、まあその見方、チェックの仕方も今重曹で、これはちょっと面白いと思うんですね。重曹でチェックっていうのはなかなか結構胃酸過多の人の方が多いんですよね。ぶっちゃけ、まあね、多いですけど、最近は低胃酸の人も増えてますので、時期的にもそうですしね。なのでチェックしてみたら面白いかな。これはちょっと面白いチェック方法だと思うので、はい、ちょっと試しにやってみると面白いかもしれないね。ただまあゲップが詰まって出ないっていうのもあるかもしれないですけど、でもこれやっていただければ分かるんですけど、はい、普通の人だったらすぐ出ます。あ、結構出ますね。出ますね。じゃあ早速やってみましょう。試してください。ですね。まあでもあとワークアウト前は直前に食べちゃいけないと思ってるけど、まあ当然血流が筋肉にいっているので、やっぱり胃腸の働きは弱いうちにプロテインを取ってもやっぱ吸収は良くない。まあ、これは言われてみたら当たり前っぽいんですけど、結構気づいてない人は多いですね。なんか早く取れば取るほどいいっていうイメージがあるけど、まあよくよく考えてみたらあれですよね、この胃がやっぱり動いてない状態ですもんね。完璧にはやっぱり筋肉の方に血流がいっちゃってるから、はい、もうやっぱり最初胃袋に残ってたら今度筋肉にいかないと同じで、最初はダメならみんななんとなく想像すると思う。あとっていうのはちょっと考えてないので、まあ、10分とかそうですね、15分ぐらいは確かにそう考えると開けた方がスムーズに入ってきますね。で、まあ、皆さんなんかもう急いで取んないと効果出ないとか思っちゃってる人も多いですよね。結構研究なんか見てみると、トレーニング終わってすぐ取ったグループと、15分開けて取ったグループだと筋タンパク合成効率っていうんですかね、まあ、英語だとマッスルプロテインセンスシステムにいいんですけど、その効率がおよそ 10% ぐらい違う。あ、10% でも大きいですよね。
1年間365日あるって考えると大きいですよ。大きいですよ。 30g タンパク質入ってますと 27g 入ってますって違います、まあ、だいぶ違いますよね。これが 10% ですから意外と馬鹿にできない数字ですよね。まあ確かにでもすごい当たり前のことなんだけどみんな気づいてないっていうことで、まあその直後に取るんじゃなくてちょっと10分、15分、20分ぐらいは受けてあげるといいかなと。そうですね、はい、あとは今日当たり前すぎてちょっと言わなかったですけど、はいはい、まあ、過剰なタンパク質摂取量ですね、うん、はい、これも例えば1回にステーキ 500g とか食べて 100g のタンパク質入れたら、まあ、これっていうのは吸収率でいうとかなり下がってしまうし、 あとは糖質を取らない場合ですね、タンパク質単体で取るっていうのも血糖値が上がって、それに対してインスリンが分泌して血糖値を抑えることによって一緒にタンパク質、アミノ酸をね筋肉中に運んでくるんで、まあ、この動きがないっていうのはちょっともったいないかな。そうですね、やっぱりインスリンとかあとは僕 IGF-1 っていうね、はい、あの筋肉を育てる際もうやっぱり糖質上がって下げるために出てくるので、やっぱり筋肉作るのすごい大事なので、まあ本当にあれケトジェニックはまた別なんですけどね、糖質制限をやってる場合は血糖値上下しなくてもちゃんと吸収するんですけど、やっぱり ケトジェニックじゃない人の方が多分多いと思うので、まあ一般トレーニーの方は糖質と一緒に取ってあげるっていうのはいいと思いますよね。今ご出身有名ですけどデンセームスっていう方いるんですけど、はい、なんか必ずバナナと当然飲んでましたよね。やっぱあれが正解ですよね。そうですね、やっぱりちゃんと成功してる人は自然にいいことをやってますよね、うん、バナナめちゃくちゃいいですよね。あ、そうです。バナナって結構過糖って思われがちなんですけど、バナナの糖質って過糖とブドウ糖半々なんですよ、うん、なんでブドウ糖としてもちゃんと血糖値上げてくれますし、過糖としても肝臓の方に入っていって肝グリコーゲンの補充になるんで、これはめちゃくちゃいいになってるかと。なんか過糖体にいいって思っちゃって勘違いしてる人はいるんですけどね、実は過糖って体に良くない。ものによりますね。ものによります。完全な果糖 100% 果物ってないんで、うん、あ、そうですね、果物ってブドウ糖と果糖の比率で決まってるんで、確かに果糖が多い比率で入ってるものに関しては、うん、まあ、正直積極的に進められないものはありますよね。専門的なところに一歩バッて特化している人っていうのはもうそこだけ追求してるので、かなり細かいところに行けるので、まあ楽しいと思いますね。ただすごい難しいかなって考えちゃう人も多いと思うんですけど、でもよくよく考えてみると言葉を並べるとすごい難しいようだけど、さっきの胃酸の話なんかもこう引いてみたらすごい簡単なことじゃないですか。そうですね、だから最初からちょっと耳塞がないで一回そういうところも見て話をもっと詳しく知りたいなっていう方はぜひケントさんのチャンネルも見てみてください。でケントさんはやっぱ先ほど言ったようにパーソナルトレーナーとして、はい、まあジムもやられてるんですよね、はい、最近まあいろいろとウイルスの流行とかで結構皆さん大変な思いをしてるじゃないですか、はいはい、でこれに対して、まあ、どんな感じですか今。僕のジムはですね、はい、ぶっちゃけたこと言うと3月ぐらい一旦閉めちゃって、東京都の周辺ですよね、はいはい、緊急事態宣言が出るちょっと前に閉めちゃって、はいはい、でそこから完全にオンライン化をスタートしてですね、僕が直営するところに関しては、はい、現状 87% か 90% ぐらい移行しちゃったんですよ、はい、オンラインの方が。なんでぶっちゃけテナントは使ってない時間の方が長くて、全く別の利用方法として、はい、まあ、作業スペースだったりとかコワーキングスペースとして使ってるところが多いかなと。まあ、当然企業はあるので、うん、セッションするとか、うん、人にお貸ししたりだとかっていうことはありますけれども、まあ、ただ移行は結構難しかったです、うん、そうですね、やっぱりちょっといろいろ変えていかなきゃいけないことっていっぱいありますよね。おっしゃる通りです、ね、もう全然予想だにしてなかったですよね、はい、それでまあ僕もいろいろ今までいろんな話あったんですけど、結構自分の方が手一杯になって断ったりとかしてたんですけども、はい、まあ、今回こういうなぜあったかっていうと、このスクールをやることになりまして、共同でスクールをやるっていう、はい、まあ、僕もすごいやっぱりいろんな人とやるっていうのは新鮮で、まあ、で僕は結構アメリカに行っていろんな経験をして、で実際トップの人が何をやってるかっていうところからこういろいろ自分なりに色を高めていったりとか、あとはまあそこから知識を増やしていったんですけども、まあ、ケントさんの場合はもう栄養学に特化したっていう、このまたちょっと面白い角度でやってますので、はい、まあ、こういう時にですね、ちょっとこの前話してみて面白いなと思ってゲストに来ていただいたんですけども、まあ、この2人がきっかけになったオンラインスクール、オンラインスクールじゃないですね、オフラインスクールですね、オフラインですね、面倒を向かってやる方の、あともう一人、はい、そうですね、山本由伸、はい、僕の昔からの旧友であり、まあ、筋トレ系 YouTuber 好きな方だったら、まあ、大体知ってるんじゃないかっていう、山本由伸と3人でスクールやる
僕なんか恐縮ですけど、ね、混ぜていただいて、いやでもすごい彼はマーケティング担当してるので、そうですね、なぜ栄養学じゃないんだっていう話なんですけど、いやでも実際のところこのパーソナルトレーナーってスクールで習ってやって、スキルがいくらあったとしても今の世の中でこれを売っていくのってめっちゃ難しいと思うんですよね。難しいです、ね、はい、正直な話だから、スキルがあったからあの引っ張りだこっていう時代じゃないと思うんですよ。間違いないですよね、はい、だからやっぱりその点、まあ英語学ももちろん必要なんですけども、やっぱり今やっぱそのマーケティングってすごい重要じゃないかなって。でケントさんが今あのオンラインにすぐついたっていうのはやっぱマーケティング戦略がうまいからやれてるわけじゃないですか。はいはい、だからそれの面、自分で入って言いにくいまあでもそこに関してはある程度自信は、そうですね、はい、ですからまあ僕なんかもね、あのそういう面で一緒にスクールできてよかったなと思うんですよね。ですからまあ僕とか山本ですね、今も知識とかワークアウトのことをしっかり教えたいと思うんですけども、まあマーケティング戦略は本当になくちゃ生き残れないと思うので、1期生の方はまあすぐに埋まってしまったんですけど、3期生の方もまあ覚えたら必ずいいトレーナーになるってわけじゃないとは思うんですけども、このマーケティング戦略まで一緒に入ってるっていうのはですね、ちょっと面白い試みだなと思いまして、まあこういう時代なんでいろんなことをチャレンジしてやっていければと思って、あの思った時にまあケントさんにお会いしたんですけども、はい、まあマーケットも入ってるっていう面ではすごいいいですよね。だからなんでしょうね、こう僕がやるモチベーションというかスタイルとしては、絶対マーケティングやっとくから やれば成功するから絶対皆さん抑えてくださいよってことじゃなくて、うん、むしろこう失敗しないためにそこはちゃんとやっておかなければいけない最低条件なのかっていうところで、自分は再現性のある部分、うん、まあ、先行者優位でうまくいってるとか、まあ、そういったところは一回省いて、うん、まあ、ロジックベースで、うん、まあ、これは実際自分がやってみて、まあ、よかった、で他に応用しても、うん、おそらく角度が高いっていうものを皆さんに共有できたらなというふうにも思ってますんで、まあでも金額そこそこするんでね、あのもし余裕ある人いたらって感じですね。まああれですよ、本当に余裕あるとか、あと真剣にこの仕事が今ちょっと困ってて、はい、未来の投資とかって真面目に考えてる人じゃないとちょっと進められないですよね。いやそうですね、正直な話ちょっと気軽にっていう金額ではないので、やっぱ本当にちょっと本気でやりたいけどどうやって生き残っていいか分かんないとか、うん、まあそういう人で真剣に考えてくれれば、私は来た人に対してはもう真剣にやっぱ答えたいと思うんですけども、やっぱりその覚悟っていうのはそうですしてほしいですね。あと多分いきなりこういうところってちょっと入りにくいと思うんですよ、はいはい、なんでおそらくね、マルクススクールの1期生とか2期生の方がどういうふうな反応なのかとか感想を持ってるのかっていうのをツイッターとかで、はいはいはい、サーチしていただければ、あの感想だったりとか、そうですね、そこでこいつらに学ぶことなんてないって言われてたらもう皆さんいかがですか。確かに、特に2期生は僕たちが直接撮っているん で、ね、評判をしっかり聞いてほしい。そこ見ていただいて、まあ、それダメだったら僕たちはもう3期生やらないかもしれないですよね、本当に、ね、本気でやってあのダメかどうかってことなんで、でやっぱり生徒さんの確かに意見は正直だと思うので、うん、やめてから僕たちに気を遣う必要ないですもんね。そうです、僕たちもちょっとそれ批判がないようないいものを提供したいと思うんですけど、本当に聞いてもらったらいいかもしれないですね。そうですね、ダイレクトメールとか適当に送ってもらって、ね、そうですね、すでに来てくれてる、僕も疑い深い方なので、実際にアメリカに行ってもう世界で活躍してる人に直接教わったわけなんですよ。それがやっぱ一番いいですよ。だからやっぱり疑い深いっていうのは悪いと思わないので、まあそういうリサーチとかしてもらうのもすごいいいと思いますよね、まあ、そんな感じで興味があれば、概要欄にありますか、はい、そうです、概要欄にありますので、そこの辺にあるいただければ、あのスマホの人は三角のボタンを押さないと出てこないんですけどね。そんな感じで、はい、なぜか僕が閉めちゃった。今日はケントさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた。じゃあまたで閉めます。じゃあまた。最近、全然関係ないですけど、フィットネスとは。すごいウイスキーハマってですね、ずっと前から、二十歳になるかなんないかぐらいの時から、うん、なるかなんないかって、なんなかったらやばくないですか。まあ、それはちょっと絞っていくことで、冷めてほしいですけど、海外だったら OK です。ああ、まあそうですね。そうですね。そういうことですよ、はい、で、すごいウイスキーが好きすぎるあまりね、うん、アイラ島っていうところの、うん、まあ、スコッチウイスキーの産地があるんですけど、うん、そこで、まあ、とある蒸留所の樽を一個購入しようかなと検討してて、すごいですね。でも酒飲まないです。